はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。月曜日の令和5年2月27日デイリー新潮の見出しにこんなのがありました。日本人の半分は NHK を見ていないという衝撃データは何を物語っているか、 NHK 受信料の研究著者が指摘する問題点。こちらの記事がツイッターで話題になっていたんです。早稲田大学有馬哲夫教授先生様の新潮 NHK 受信料の研究のパブリシティ記事、パブ記事と言われるものなんですが、そこからどれだけ皆様の NHK が皆様どころか皆様に見られていないかを紹介します。 NHK 放送研究所のテレビラジオ視聴の現況2019年11月全国個人視聴率調査からによれば、 NHK 総合チャンネルを1週間に5分以上見ている日本人は 54.7% だった。1日ではなく1週間である。逆に言えば残りのおよそ半数の日本人は NHK を週5分も見ていないそうです。 BS に関して言えば2つのチャンネルの1日の平均視聴時間の合計が6分しかなかった。おおよそ日本人の半分近くが5分も NHK を見ていないというんです。それなのにお金ちょうだいとばかりに受信料を半ば税金のように徴収されているということです。NHK を公共のインフラとするんであれば、誰も使っていない、いや、ほぼ誰も使っていない施設のために、税金を納め続けているような、いわば税金徴収システムが出来上がっているということになるんです。ツイッターでこの記事を話題に取り上げていたアカウントの多くが、この受信料いらないとか NHK いらないというところを論点としておりました。ただ、有馬哲夫教授の主題というのはそこにはありません。このままでは日本社会に適したコンテンツがなくなってしまうんではないか。少なくともデイリー新潮のこのパブ記事での懸念はそこにあります。それはこのデイリー新潮のパブ記事というのは前後編に分かれていて、後編の見出しはこうあるからです。このままでは NHK はネットフリックスに完敗してしまうだろう。NHK 受信料の研究の著者が警告とのことです。ネットフリックスというのは一つの例えです。ただ民放も含めた地上波テレビがコンテンツ競争で敗れた時に、いや、というよりも、テレビ離れがこのまま進んでいった時に、日本の動画コンテンツビジネスというのは、文化的属国になってしまうと警告を発しているんです。これ、概ね同意します。文化を奪われてしまえば、日本が日本でなくなり、日本人が日本人でなくなってしまうんです。何を大げさなことをと思うでしょうか。一例を挙げます。ネットにおいて正反対、今時で言うならば真逆の盛り上がりを見せていたのが、前作、前のシーズンの朝ドラ、ちむどんどんでした。このちむどんどんにおいて主人公は東京都内で食堂を開きました。そこに押しかけたご家族は、繁盛をイメージさせる、連想させるかのワンシーンのガヤかと思われるんですが、そのどうやらファミリーらしい一角の中でのお父様的ポジションの俳優さんの食べ方が犬食いだったんです。解説しよう。犬食いとは、お椀やお皿を持たずに顔を近づけて食べる食べ方で、これ昭和時代ならば眉毛が寄せられる食べ方なんです。これ我々の時代がオンタイムなんですが、先割れスプーンを使うことによって、お箸のように持ちづらいということから、半ば必然的に犬食い、ワンちゃん食いみたいになってしまうということ。いやいや、その時はちゃんと器を持てばと。ただこの器がアルマイトでできていて、なかなか熱くて子供には無理だとか。あるいはもうすでにワンプレートになっていたんで、持ち上げるとプレート全体になってしまうだとか。この食べ方というのはニュースやワイドショーで昭和時代、先祖話題になっていたんです。100歩譲って民放ならばともかく、公共放送の皆様の NHK が昭和時代、その時代の大人の食べ方として果たして適切な演出だったのかということです。今時のポリコレ的に言うのであれば、食べ方も自由で個性があっていい、そんなこと言うのはけしからんなんてね、言うのかもしれませんが、ただお食事におけるマナーというのはこれまた文化の一つなんです。込みどころ満載の朝ドラちむどんどん。だから、さもありなんといったところはなくはないんですが、しかし、テレビコンテンツ、動画コンテンツが文化的属国になってしまえば、日本社会にない常識や日本社会になかった歴史で、書き換えられたドラマがお茶の間を席巻するリスクが浮上するということです。
その果てにいつの間にか日本の文化や歴史が書き換えられてしまうこともある。今我々が生きているのはそういうこともあり得る情報戦の時代なんです。それは皆様の NHK の今やっている大河ドラマどうする家康にしても、織田信長の居城とされる清洲城のシーンで描かれているのはまるで紫禁城じゃないか、中国どっかの国のお城がモチーフになったんじゃないかと、これもネットで話題になりました。さて、このどうする家康ですが、直近放送の令和5年2月26日の放送回、同時間帯の横並びでの首位ではありました。ただスポーツ報知は第8話は視聴率 12.1%、 前回から1ポイントダウンと見出しを打ち、初回からの視聴率の推移を紹介します。初回は 15.4% でスタート、第2話は 15.3%、 第3話は 14.8%、 第4話は 13.9%、 第5話は 12.9%、 第6話は 13.3%、 第7話は 13.1%、 今回は前回から1ポイント減、個人視聴率 7.3% となった。順調に視聴率は下がり続けているんです。デイリー新潮にあった有馬哲夫教授の論考というのは、テレビ離れは確実に進んでいて若者に顕著、するとテレビという産業自体の没落の快進撃が止まらず、テレビ番組などの制作をしているその制作会社がネットフリックスに代表される外資の下請けになるんじゃないか、これを危惧しているんです。せっかくなんで記事より有馬哲夫教授の論考を紹介します。その結果、優れた日本製コンテンツは欧米の有料動画配信大手と契約しなければ見ることができなくなる。それだけにとどまらず、有料動画配信大手は市場原理に基づいて、特に日本で利益を上げるというより、中国を含めたアジア全体で利益を上げるもの、つまり日本風ではあるがアジア的なものを作るように強いるかもしれない。言い換えれば、日本のコンテンツ産業は有料動画配信大手という文化帝国の属国にされてしまうかもしれない。この懸念は世界ですでに起こっていて、ハリウッド映画が超多くお金を持っている国の言うがままになっていること、2年前の8月6日の AFP 通信が伝えております。例えば公開予定の映画トップガンマーベリックでは、主演のトム・クルーズが着ているボンバージャケットから台湾の旗が消された。2013年の映画ワールド 4Z ではゾンビウイルスの発生源が中国ではあることを示すシーンはなくなった。米中関係の変化からこれらに改善の兆しは見えます。ただすでに資本の論理で中国を書き換えられた現実があるんです。今の NHK は受信料に支えられています。ただテレビチューナーのないチューナーレスのテレビのような装置、これがバカ売れしております。チューナーレステレビは現在の放送法において受信料を納める必要がありません。むしろ今チューナー付きのテレビを購入してしまい、うっかり受信料のそのね、契約をし忘れていると、正規の受信料の2倍の、まあ、いわゆる事実上の罰金を納めなければならなくなります。言うなれば延滞利息のようなもので、この2倍の延滞利息とは、白がこう言ってます、闇金もびっくり、闇金の皆様が優しく見えるほどの悪徳ビジネス的なみたいなっぽいことを皆様の NHK はやっているということです。それではテレビからトコトコトコっと離れていった視聴者はどこに行ったかというと、やっぱりネットです。総務省の令和3年度版の白書にはこうあります。前年代では平日休日ともにテレビリアルタイム視聴の平均使用時間及びインターネット利用の平均利用時間が長い傾向は変わらないが、平日についてはインターネット利用の平均利用時間が初めてテレビリアルタイム視聴を上回る結果となっている。後遺者率についてはテレビリアルタイム視聴の後遺者率は平日休日ともにインターネット利用の後遺者率を下回っている。ざっくりと言いますと、平日においてもネット利用率がテレビ視聴を上回ったということです。能動的に積極的に娯楽を求める休日ではすでにネットの方がテレビを逆転していたにもかかわらず、ながら視聴などの平日のテレビリアルタイム視聴よりもネットの利用率の方が上回っちゃっているんです。さらにこれが2年前の調査結果だというところもポイントです。今年の2月28日に厚生労働省が発表した日本社会におぎゃーと生まれた赤ちゃんの数が80万人を割ったと皆様の NHK は伝えております。これを少子化対策の風靡かーとマスゴミが
あ、間違えたかな。マスコミの皆さんが大騒ぎしておりますが、常識を下敷きにして考えれば、新型コロコロのコロナ禍におけるステイホームだとか過剰な自粛、これが理由だと考えるのが自然なんです。欧米諸国の大半が1年間で解除した過剰な自粛を3年間も続けていれば、出産、いやいや結婚、いやいやその前のパートナーに出会うことすら困難になっていたんです。これ意外と知られてないことなんですが、現在のテクノロジーではオンラインで子宝に授かるなんてことはちょっとできないようなんです。よってこの3年間での行動変容によって訪れた少子化だと見るのが自然だということです。この過剰な自粛をステイホームを煽ったのはニュースやワイドショーで、皆様の NHK も以下同文です。するとやっぱり皆様の NHK、 あ、みんな見てないんだから NHK って必要なの？という疑惑がちょっとこーん。ここで三度有馬哲夫教授の論考に戻りますと、有馬先生は BBC をヒントにすればいいんじゃないのと指摘します。ナディーン・ドリーズ文化賞も BBC はアメリカネットフリックスやアメリカアマゾンプライムビデオなどの有料動画配信大手と競合できるようになる必要があると発言しているし、ツイッターでも素晴らしいイギリスのコンテンツに予算をつけて支援して販売するための新しい方法を話し合い議論すべき時だとつぶやいている。当時のボリス・ジョンソン首相は単に BBC 嫌いなのではなく、国民から支持も国益もしっかり考えていたということだ。言うまでもなく、これらの2つの問題は NHK にも当てはまると、 BBC にヒントがあるとしながらも、やはりテレビという媒体そのものの限界も指摘していて、それは尺の話です。公共の電波を使うテレビには放送時間という限界があるんです。この放送時間を尺と言い、チャンネル一つについて最大24時間です。対してネットがありますとネット配信になれば、理論上無限のチャンネルを持つことができるんです。すると、いわゆる報道だとかニュースにおいても、より多面的な報道、配信ができるのはネットの側ということになるんです。実際、イギリス BBC もネット配信に舵を切ると表明しています。そんな世界の動きに取り残されているのが NHK であり、日本のテレビ業界だということになるんです。白がこう言ってます。興味ない。今年の1月14日、日刊ヒュンダイ、あ、間違えた。日刊現代の見出しはこうありました。批判も論評もない紅白歌合戦の哀れ、次に話題になるのは打ち切りのニュースか。芸能リポーター城下隆之さんによる論考です。昨年まずはお隣の国の韓流アイドルのゴリ押しで話題となり、いよいよ今年は史上最低の視聴率を更新するのかなという噂で持ち切りだった皆様の NHK の紅白歌合戦。史上最低の視聴率は免れた紅白歌合戦、年が明けてみるとその話題がなかったなかったざんまというのです。なので芸能リポーター城下さんに言うと、次に紅白歌合戦が話題になるのは打ち切りの時じゃないのと、これまた面白いことをおっしゃっております。つまり誰も見てくれない皆様の NHK に対して受信料が納められ続けているっていうのはこういうことじゃないかという話になります。皆様の NHK は週に5分も見られていない、いやそんなのはね、見る人とかってこちらね、とにかくね、税金チューチュー、あ、じゃなかった、受信料チューチューでね、つまりは公金チューチューシステム、チューチュートレインで貧困とか SDGs とかやってね、チューチューってやってればね、チューナーレス、あれ NHK 本当にいらないですか、バレちゃったと冗談はともかく、あの紅白歌合戦ですら噂にならず、国民が1週間で5分も見ないような NHK は、もうテレビという媒体そのものが消えた、やったーとんなり、新しい媒体、新しいコンテンツのために仮に受信料なるものを生かすのであれば、その新しい時代に踏み出していくためには、この春という季節はちょうど良いんじゃないかな、そんなことを考えてしまう今日この頃でございます。我々が日本社会の先輩から受け継いだ文化やマナーというものを今ネットを通じて共有することができます。というわけで、我々は微力ですが無力じゃありません。みんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
赤が勝つ。ブリーティングブリーティングブリーティングと番組に最後の最後までお付き合いいただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなた、パッとしでグー、おめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、違いますね、一緒にグータッチ。そしてチョキを出したあなた、負けるが勝ちの言葉もあるように心模様は V サイン。それでは本当のバイバイ。